大王城は a 六スケのエッセイ。岩波新書より1994年3月22日に刊行された。老い、病、死についてまざまなお年寄りの生の言葉を集めて5、6集として綴り、200万部を超えるベストセラーとなった。第二弾となる二度目の大王城が岩波新書から1995年10月20日に刊行されている。び、 それを原作としたテレビドラマである。書簡、岩波書店、岩波新書1994年3月22日、ISBN4 から00から 43329X o 1病、死について語られた様々な言葉を集めた名言集である。その言葉は、全国を旅する映画であった、有名無名すべてを含めた各地の様々な人々からの言葉である。 累計200万部の大ヒット作品となり、続編2度目の大王城も刊行された。大王城の大ヒットの最中に起こったお騒がせ事件であった。後年映画、鉄子の部屋に出演した際、事件の一連の顛末を話していた。久しにテレビ朝日のワイドショー番組、こんにちは2時から出演のオファーがあった。発売から3ヶ月以内での著者のテレビ出演は、 本の宣伝になってしまうのでやるべきではないとの考えである a は大王城の名前を使わなければ構わないと返答し出演のオファーを受けた。そして出演、放映当日新聞の番組表での番組サブタイトルには a 六助大王城死に方教えます。と載っていた。これでは本の宣伝になってしまうと考えた a はスタッフに抗議。 本番前の話し合いの結果、冒頭部で新聞に掲載されている内容と異なる胸をアナウンスするということで話がまとまった。そして生放送が始まったが、番組冒頭部で新聞に掲載されている内容と異なる胸のアナウンスはされなかった。フォーマット通りに番組は進行し、ようやく久しの出演の出番となったが、本番前の話し合いの約束を破られたと思った。 A は出番の冒頭部で皆さんでやってください。僕失礼します。と言って席を立ち生放送中のスタジオを去っていった。そして番組は A のいないまま進行していった。NHKBS2 の BS 日曜ドラマで1996年4月7日から同年5月12日まで放送されたテレビドラマである。地上波では総合テレビで 1997年6月25日から同年7月30日に放映された。第1回、梅酒第2回、もう嫌だ、第3回、オールドブラック城第4回、断力室第5回、老いの花第6回、死ぬことと生きることと、藤田伝監督の映画、大王城は、本作品を下地にしたと言われる。ありがとうございます。